こんばんは。今回のツーサイズはですね、なんと初めての生配信でございます。で、この生配信の入る1回目なんですけど、テーマは中国を与野党議員と徹底的に考えるということになっております。原発処理水の放出を受けて悪化している日中関係なんですけれど、台湾有事など安全保障の面でも経済の面でも中国との関係は日本にとって最重要な外交テーマとなっております。このテーマについて今夜はですね、与野党の論客に忖度なく伺いたいと思います。また生配信ですので、コメント欄で視聴者の皆さんから随時質問も募集してますので、どんどん皆さん送ってください。質問や感想などお待ちしてますので、どんどんね、聞きたいことありましたらどんどん送ってください。では早速始めてまいりましょう。ということで、今 VTR でもありましたように、2人は片山さんと小川さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、紹介させてもらいたいと思います。自民党から、現在はですね、参議院副幹事長で女性活躍や男女共同、参画担当、地方創生などの特命大臣も務められた片山さつきさんです。よろしくお願いします。そして続いて、立憲民主党の前政調会長で、初出馬以降、反省を追ったドキュメンタリー映画「なぜ君は総理大臣になれないのか」でも知られる小川淳也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人面識はあるんですか？しょっちゅう胸をお借りしてます。最近テレビ討論でこの組み合わせすごく多い。傷だらけになってます。いや、そんなことなくて、2005年衆議院当選同期なんですよ。はい、そうですか。だけども、その私はもう3に変わっちゃったんですけど、そのご縁はすごい感じますね。こちらこそ、はい、今日ちょっと生配信なんで議論噛み合いますか？大丈夫ですか？全然大丈夫です。噛み合うと思います。胸をお借りして、はい、いやもうだからなんかこれ生配信で政治家2人大丈夫かって僕言ったんですよ、スタッフに、うん、なぜなら政治家の方って一人喋り長いじゃないですか。ああ、それはある。そういう傾向ありますよ。ありますよね。ちょっと簡潔にします。はい、キャッチボールをしないイメージあるんですよ、政治家の方。ところでなんで生配信なんですか、今日？今日だから、まあ、タイミングですかね。そうですか。生でやってみようみたいなことだと思いますよ。さらにだから2日後、ね、内閣改造あるじゃないですか。はいはいはい。片山さん、どういう気持ちですか、今？いや、待機されてるんですか？ま、はい、いやいや、全く平常心でいますし、特に、なんで今日生なのかなって聞いた方ですから。ああ、そうですか。一般論として、今本当にもう、まあ、あさってあるわけですよね、内閣改造が。どういう気持ちなんですか、皆さん、自民党の皆さんって。普通じゃないですか、特に、まあ、うん、いろいろな役をもうやってきてるある程度の人が、はい、なんとなくいろんなことが分かるので。そうですよね、うん。まあ、あと参議院はやっぱり幹事長会長がもう全部まとめてるので、はい、単独でってあんまりないんで、うんうん、もうそこでどういうふうにするのかな、全体像どう書くのかなっていう感じですね。片山さんが大臣になられた時はもうこの時期にはもう連絡入ってたんですか？あの時はね、前日の夜でしたね、本当に。うん、ああ、前日。あ、じゃあまだ来てない状況とかですね、うん、現状は。うん、そうそう。それね、それは公式にですか？非公式にですよ。非公式って電話なんだけど、ね、それが来てなかったんですけど、うん、それそうでもない時もあるみたいなんで。全くないってことですか？だから岸田さんのパターンって、まあ、今度が2度目 の、 その改造になるけども、はい、うん、多分安倍さんのパターンと違うと思います、やり方。それは私は分からないな。うん、安倍さんのパターン的には前日に連絡があったと。まあ大抵何かがなければでしょうね。うん、もう前々日の人もいたのかもわからない。小川さん、聞きたいことありますか？いやいや、ないです。ない、はい、ないですね、はい、総理大臣狙ってる人だから。いやいや、そうですね。野党からすると出来上がりは楽しみにしてますし、うん、また国会論戦しっかりやらなきゃな、うん、とは思ってますが、はい、この時点で野党がそわそわすることはありません。なるほど。ただ、まあ、国民党が入る入らないという話があって、そこは気になるよね。もうないみたいな話になってますね。現状ないんだと思いますが、はい、もう入れないよみたいな話、はい、ニュースでも出てましたよね。で、玉木さんは同じ香川なんですよ、はい、国境接してまして、そうね、はい、それも含めてちょっとこういうそういう事態になると ややこしいなと。むしろそっちはちょっと注視してましたね。そうか、そこもないでしょ、はい。いや、今この時点ではないでしょう。連立合意もまだで全く話もしていないからね、はい、うん、それも今回はないって考えていいと思いますが、まあ、そう見えますね、うん、はい、では本題の方行きましょうか。どうぞ。お二人行きましょうか。もうテーマから行きますよ、はい、これテーマこちらです。福島第一原発処理水の海洋放出による日中関係悪化、何が問題か。
まずはですね、片山さん、はい、片山さんは中国が不安定化した時の対応ということですね、うん、続いて小川さんの意見はこちら、そもそもの日中関係の不良が問題を増幅させている。これまず片山さん、これ中国が不安定化、はい、した時の対応であるんだということですね。これ説明お願いします。まずその日本としても処理水を IAEA との対話の中でね、はい、まあ、このようにするんだということは公開して、うん、説明をして、はい、そういう状況の中でやはりそのこの間のサミットで、まあ、中国を名指しはしていないけれども経済安全保障やサプライチェーンの強靭化をバシッと岸田さんが、はい、まあ、合意で出しちゃったと、うん、だからこれはまさに経済安全保障では製造拠点の大半を経由されている中国が、うん、まあ、どうも、まあ、そういう意味で、まあ、軍事的なものも含めてサプライチェーンを危うくしてるんじゃないかっていう、まあ、懸念がなんとなくないとああいうことにはならないし、うん、それからアメリカなんかはもうその名指しした形で半導体の製造機械の輸出を、まあ、禁止して、それに、はい、アメリカだけじゃなくて、うん、オランダ、日本が、まあ、付き合うという方針を明らかにして、うん、はい、でその私2ヶ月前に台湾に行って、うん、副首相とか今度総統になることが、まあ、非常に確率高いライさんとかお会いして、はい、経済団体 の、 セッションで講演したんですけども、その経済界が台湾のみんな言ってたのは、この3月からの動きは中国にとってきついだろうと。でこの人たちはみんな中国に工場も持ってて、うん、TSMC や PSMC や関係会社もいたんですけど、うん、もうそれはもうある程度もうはっきりと態度がしちゃったねと、うん、で中国どう出るかねみたいなことの流れを聞いてるんで、うん、まずそれでいろいろ言ってくるだろうなと思って、うん、でそこのところに持ってきて、去年からですけれども、まあ、不動産バブルがもうすでに隠せなくなって、うんうん、でアメリカの方ではチャプター15を出してるってことは、うん、まあ、まず対外から取り立てられるのをやめようってことでしょ、うん、まあ、そこまで来てるなと、はい、でこれは交換 GDP と同じぐらいの不良債権ってことは、うん、はい、日本のあの時期よりも全然何倍もひどいので、うんうん、それの 中に対する不安を抑えるためには、まあ、当然まあ、何かやるだろうなっていう部分があると思います、うん、ってことは中国が不安定化している時に、はい、まあ、日本に対してそういうふうに言ってくるっていうこと、それっていうのは中国国内にそういった、まあ、日本が悪者だということに言うこと、中国が言うことによって、それ中国国民をそちらに目を向けさせるみたいなことでいいですか。まあ、過去もですね、はい、それこそ日本から出ていったスーパーや量販店がガラス割られたりいろんなことがあるたびにもやはり、うん、まあ、やはりミニ不況とかいろんな中での不安とかあって、はい、うん、まあ、それは必ず外に向けさせるという傾向はあるんですよ、はっきり言って、うんうん、で今回ももちろん中国政府による正式な、まあ、その輸入禁止、中国の税関による禁止もあるし、はい、うん、それを SPS で通報もしてるんだけど、それとは別に不審な中国発信の電話が膨大にかかってくるとかね、まあ、これはある程度煽らなきゃできないことですからね。うん、なるほど。それはそういうふうに社会、まあ、現象として認識するっていうのは私たちだけじゃなくて世界的にもそういう見方してると思います、うん、なるほどね、ええ、ちょっとお二人に聞きたいんですけど、はい、これ福島原発の処理水に関して、うん、これは本当に今片山さんがおっしゃったように、うん、IAEA 視察のもとしっかりやってきた、はい、で中欧米そしてアジアの皆さんもある程度もう認めてくれている、うん、この間の ASEAN の G20 なんかでも、アジアの皆さんも中国側につくんじゃなくて、うん、もうインドなんかもやっぱり日本はちゃんとやってますよってことを言っている、うん、それは共通見解でよろしいですか。小川さんいかがでしょう。私もそう思ってます。それはそうですね、はい、政治プロセスとかでもっと丁寧に地元の漁業者とか理解を得る努力があってよかったんじゃないかという思いは持ってますが、少なくとも科学的には一定の基準は満たしているという立場です、うん、で小川さんの意見がそもそもの日中関係の不良が問題を増幅させているということなんですけれど、これちょっと説明してもらってよろしいですか。まあ基本的に隣国関係ってこれは日中に限らず難しいケースって結構ありますよね、うんうん、まあ、例えばインドとパキスタン、アメリカとキューバ、はい、やっぱりお互い引っ越しできないし、うん、利害は錯綜するし目の前にいるわけだから、うん、もうこれもしかしたら人間同士の隣近所だってそうかもしれません、はい、遠くにいる人は割と利害もなく、うん、だからそういうのがベースにやっぱあると思うんですよ、うん、でその上で、まあ、今片山さんがおっしゃったようなその各国の指導者がこれは日本も含めて、うん、国内対策で、うん、はけ口を外へ求めるという傾向はあるので、うん、はい、
それはよほど時の指導者というのは戒めなきゃいけない、うん、とも思うわけですね、うん、でこの今の日中はやっぱり特に安倍政権になって以降、うん、まあ、一つには歴史問題、歴史認識の問題があるでしょう、うんうん、それから岸田さんに代わって劇的に変わるかと思いきや、岸田さんも比較的その辺の舵取りはあまりやってない、うん、はい、うん、そうするとこの基本的に日中関係が緊張状態にある中で、さらにおっしゃった経済安全保障含めて対中包囲網の一角のように中国からすると見えるはずなんですよね、はいはい、日本はね、ええ、だから例えば同じような歴史認識含めて難しい問題を抱えていた韓国は政権が変わり、うん、はい、そして今回の処理水の放出についても、まあ、科学的には少なくともこれは問題ないという発信してくれてるわけです、うんうんうん、だある種これは日中、もっと言えば米中の国際対立構図が、うん、この問題を、まあ、一つの材料視されて、うん、政治的に、うんうん、それである種のプレッシャーをかけてきているというふうに捉えるべきで、うん、だから日中関係のベースがもっと整っていれば、うん、もうちょっと正常な対話と、うん、冷静な話し合い発信が双方できたんじゃないかなと。そこ納得いってないところありますか？自民党が今政権を、ね、与党でやってて、そのやり方として、うん、あのね、立憲民主の立場として小川さんは納得いってないことありますか？うん、私はですから安倍政権というのは明らかに右派政権でしたから、はい、歴史認識含めて対中強硬派だったという理解なんですが、うんうん、はい、岸田さん就任した後、うん、新リアリズム外交という概念を打ち立てたんです、はい、でそれはおそらく、うん、はっきりした解説聞いてませんからあれですが、うん、中国とも、まあ、一定良好な関係を築かざるを得ないと、はい、これも宏池会の自民党穏健派の伝統的な立場ですよね、うんうんうん、アジア諸国との友好、うん、で大きく舵を切るべきだと私は思っていましたし、どう舵切りますか？いや、つまり日米同盟が基軸であるべきなんですよ、うん、あるべきなんですが、かたや中国とはちゃんと親密に話し合える対話のチャンネルがあるんだと、うん、いう外交姿勢、難しいのは承知でいます、うん、難しいのは承知でいますが、そういう独自のポジションを取れて初めて日本外交は独自の存在感、うん、存在意義を発揮できるんじゃないかという点では不満があるんですよ。日米同盟もありながら、日米同盟大事にしなきゃいけないんですよ、うん、これはもう基本だから、はい、だけど、まあ、中国から見るとアメリカ一辺倒だとか、うん、アメリカと違うことは一切言わないとか見えてるんでしょうが、うんうん、その上で中国とやっぱり親密に内々の話ができるような日本外交ですよね。私はその際どい両立なんですが、うんうん、まあ、例えばモデルとして私なんか思い浮かべるのはドイツのメルケルの時代ですよね、はい、うん、明らかに NATO の一員で西側の一員、しかし、まあ、プーチンとも渡り合う度量とチャンネルがあり、うんうん、そして例えば今ウクライナああいう状況ですが、ミンスク合意、うん、東部に自治権を与えて紛争を予防し、はい、うん、そして例えばウクライナとかグルジアの NATO 加盟には明確に反対すると、うん、メルケルが、うん、という絶妙な立場を取って、うん、ヨーロッパの安定に役立ってきた、うん、だそういう立ち位置を日本はこの極東アジアにおいて占めるべきじゃないかと、うんうん、いう考えを私は持ってるんです。なるほど、ね、それを持ってて今小川さん言ったこと、うん、片山さんどう思うんですか？